お世話になります。ひとりでございます。配布ポケモンなどを不思議な贈り物で受け取る際は、通常シリアルコードを入力して受け取れますよね。この過程を改めて細かく見直すと、シリアルコードを入力した後に受け取れる贈り物が表示されて、それを選択して受け取ることになるんです。それでは受け取り期限以内にシリアルコードを入力して、受け取り期限が過ぎてから不思議な贈り物を受け取ったらどうなるのでしょうか。一応期限内に入力が済んで、選択肢も現れているので、期限が過ぎても受け取れてしまうのでしょうか。気になりますよね。という趣旨のコメントをいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。皆さんも同じく眠れていないと思いますので、今回は配布ポケモンは期限が過ぎてからも受け取れるのか検証していきたいと思います。はい、で今は8月23日の23時56分でございまして、トリトドンの配信終了23日23時59分まであと3分でございます。ですので今のうちにちょっとシリアルコードを入力しちゃいたいと思います。不思議な贈り物でございまして、不思議な贈り物を受け取るでございまして、シリアルコードで受け取るですね。でここまでは普通でございまして、入力だけしちゃいましょう。ここで PJCS2019CHAMP、 ここの段階で23時59分を過ぎてから OK を押したら、シリアルコード自体の入力が23時59分を過ぎてるってことになっちゃうので、まあそれは受け取れないはずですよね、確実に。ですのでここは OK しますね、普通に。でそしたらここで確認しています、電源を切らないでくださいで贈り物を探していますので、もうこれで受け取れてるかっていうのが一番気になるってとこなんですよね。で今23時58分ですので、あとこれを 2,3 分置いて23時59分を過ぎるようにねしていきたいと思います。少々お待ちください。はい、じゃあ結構つけ置きしまして、8月24日12時2分でございます。確実に過ぎましたので、これで受け取れるかねやっていきましょうか。カエールさんのトリトドンね、受け取っていきましょう。期限の過ぎたやつ受け取れるか、いきましょう。てやいけるか、受け取っています。あ、いけた、あ、いけたわ、普通にいけるんかい。なんだよこれ、ちゃんとまだわかんねえよ、まだわかんねえよ、これ中身が入ってるか。入ってた、ちゃんとできた、これはありがたいこの通り見てください、ちゃんとこの証明書みたいなのありますよ。2020年8月24日12時2分でございます。この時間に受け取った設定になるんですよね。これやばくないですか、地味に。これちゃんと期間が過ぎたのに受け取れてるっていう矛盾の証明書みたいな風になりますよね。これはやばいわマジで、これは完璧に超裏技ですよね。はい、でちゃんとトリトドンちゃんおりますのでね、この通りでございますと。やばいわ、さすがバトルチャンプリボン持ってるだけありますね。ということで検証結果、配布ポケモンは期限が過ぎてからも受け取れるでした。これは意外な結果になりましたね。ちゃんと受け取り期限が過ぎた日付が受け取った日として刻まれていますから、実質的に受け取り期限後に受け取れているわけです。これは意外に新しい発見ではないでしょうか。これでもし期限最終日の23時59分にシリアルコードを入力し終えて、その後食事をしても風呂に入っても恋人とイチャイチャしてからでも、ゆっくり配布ポケモンを受け取れますね。ま、実用性はほぼないんですけどね。